アライアンス・オブ・アメリカン・フットボールは、チャーリー・エバー・ゾールとビル・ポリアンによって創設され、2019年に開始されたが1シーズンも持たなかったプロのアメリカン・フットボールリーグである。オフは、フランチャイズではなく、中心組織が所有する8チームからなり、その本拠地は全てアメリカ合衆国の西部を呼び、南部に位置していた。バーミンガム以外は、全て何らかのメジャースポーツが、 すでに存在する大都市圏を本拠地としていた。オフは2019年2月9日、NFL スーパーボウルの6日後に開幕した。だが2019年4月2日、リーグの所有権を買い取っていたトーマスズンドンによって競技は中止された。2日後、オフは選手に NFL チームとの契約を許可した。映画制作者のチャーリー・エバーゾールは2016年に、 XFL のドキュメンタリー映画を制作して以来新たなリーグ創設を構想した。ほぼ同時に XFL を創設したビンス・マクマホンが XFL の復活を構想した。ロバート・バネックによればエバーゾールは当初マクマホンから XFL のブランドを買収しようとして拒否されたという2018年3月20日にオフが発表された。 エバー・アッツ・オールは経験豊富な選手コーチさらにマネージメントチームを雇った。エバー・アッツ・オールは2001年の XFL の試合を見てプレーのひどさに父親が失望したことを記憶していた。高い質のフットボールを見せるためオフはプロの経験のあるコーチを雇った。2018年10月16日オフは開幕シーズンのスケジュールを発表し各週の土曜日と日曜日に それぞれ2試合ずつを行うとした。2019年2月9日、オフは開幕した。4チームによるプレーオフが2019年4月27日から予定された。競技の中止2019年4月2日、チェアマンのトーマスズンドンの命令によりオフはすべての競技を中止した。選手はコーチから聞かされる前にインターネットでこのニュースを知った。 選手は滞在先のホテルから追い出され、帰りの交通費は自腹となった。4月4日、オフは公式ツイッターで選手たちが NFL チームと契約するのは自由であるとした。オフが2年目のシーズンを迎えていれば、2020年から復活した XFL と競合したはずである。ホットショッツレジェンズアイアンエクスプレスアポロズスタリオンズ。 コマンダーズフリートローケーションズオブチームズフォーザ2019オフシーズンイースタンコンファレンスウエスタンコンファレンスありがとうございます